ティモ・ボーレンソラは、フィンランドの映画監督。ティモ・ボーレンソラ、ティモ・ボーレンソラ、ティモ・ボーレンソラ、ティモ・レンソラとも表記される。フィンランドのピルカン・マーケン・タンペレ軍・タンペレで、誕生する。1995年より活動を開始する。監督、脚本家、制作者であるサム・リトルソネンによって創作された一連のパロディ、スターレックシリーズに関わる。 はじめ音響技術者としてそしてまた俳優としても出演するようになる。1997年、サムリトルソ連作のスターレック V、ロストコンタクトに出演して、プリンゴン人のドワーフを演ずる。1998年、初の短編映画、ノージャレナン・フオラを手掛ける。2002年冬、インダストリアルアンビエントノイズ系のバンド、オリミストを結成、リードボーカリストとして、 音楽活動もする。2005年、監督を務め自ら出演もした、フィンランドの SF アクションコメディ映画、スターレック皇帝の侵略を発表し、国内外で高い人気を示す。2012年に公開された SF 映画、アイアンスカイを手掛け、世界的に高い評価を受けた。ありがとうございます。